はい、こんにちは、ワクテラと申します。今回はリンクプレインズパックで、出ます、ついに出ましたね。はい。アンティークギアの出来障害動画となります。ちょっと遅くなって申し訳ございません。アンティークギアのカードなんですけれども、まあ、ぶっちゃけね、アンティークギアがものすごく強化されたというより、やっぱね、アナコンダがね、強いよねっていう話だった。いや、もちろんリンクも強いんですけど、リンクももう十分強いんですよ。まあ、それに対して、これが出たことによる、ワンターンキルの方法もちょっと確立されてきましたね。結構有名になってきて。まあ、リンクモンスターも含めて、フィールド、メインデッキもね、いろいろと変わるようになりました。まあ、ちょっと足りないカードがある分は、ね、アンティグギアゴールのレリーフを買うのにちょっとお金がお使いすぎてしまったから、他がね、またちょっと足りないんで、足りてない分はちょっとプロキシになってしまうんですけど、申し訳ございませんね。まあ、主要パーツは大体買ったかなと思ってます。まあ、緊急ダイヤが高いのかな、もうちょっと安くなるかな。はい、それでは、デッキ紹介いきたいと思います。まずは、モンスターから、アンティグギアワイバーン3枚、アンティグギア、素体ですね。手札1枚。これが2枚、アンティークギアドックが1枚、2枚、アンティークギア、ギアですね。古代の機械歯車が1枚、アンティークギアボックスが2枚、アンティークギアリアクタードラゴンが2枚、アンティークギアゴーレム1枚、アンティークギアゴーレムアルティメットパウンド1枚、バカスギドフライングペガサス1枚、バレットライナー1枚、ロックアンカーが2枚、そして、原始生命体ニビルが2枚、増殖する G が3枚、ハルーララが2枚、モンスター以上です。次に魔法ガード。ハービーの羽根棒1枚、ライティニングステロン2枚、アンティークギアフュージョン2枚、緊急ダイヤ3枚、アンティークギアカタバルト3枚、ギアタウン3枚、アンティークギア、フォートレスってよかったっけ、フォートレスだよね。フォートレスが2枚。アンティーク、じゃあオーバーロードフュージョンが1枚。以上です。次にモンスターでエクストラデッキ。はい、アンティークギア、バレスティックシューターか。バレスティックシューター。シューターでいいね。シューターが2枚、トレメアニコーン1枚、トレメアフェニックス1枚、ベルデアナコンダ1枚、竜巻竜1枚、バグースカ1枚、VFT1 枚、グスタマックス1枚、アンティークギアデビルが2枚、アンティークギアアルティメットゴーレムが1枚、アンティークギアメガトンジャイアント1枚、アンティークギアカオスジャイアントが2枚。メガトンが1枚。はい、1ね。オーケー、それじゃあやっていきたいと思います。まずは、モンスターなんですが、こちら。ここですね。アンティークギアワイバン。これはもう絶対3枚必要なカードですね。アンティークギアのね。中枢となった。で、素材。これなんですけど、ボックスからサーチできるカードですね。手札を1枚捨てて、アンティークギアの厚いたマジックトラップを1枚。まあ、大体の場合、アンティークギアフュージョンを手札に加えることができるっていう感じですね。まあ、これも2枚入れてていいかなと思います。で、アンティークギアドック。これを3枚にするが悩みました。前までだったら絶対3枚だったんですけどね。100% 3枚だったんですけど。これも、結局は、3枚入れるなら欲しいかな。で、これは、ボックスからサーチしてくるようですね。引き切ってしまった時用です。で、ボックスがね、手札に加わった時にデッキからさらにサーチをするという、融合素材を揃えますよ、ですね。はい、で、リアクタードラゴン。これはね、ほとんどのデッキ、皆さん、いろんなサンプルデッキ見たんですけれども、1枚のところが多かった。1枚のところが多かったんですけれども、まあ、自分的にはちょっと2枚欲しいなって思うことがありました。で、アンティークギア、ゴーレム1枚、パウンドが1枚。デッキからね、カタバルトから呼んできて、で、融合召喚。で、ギアフュージョンで融合召喚するなら、このガードがいるとデッキのモンスターも素材にできる。で、フライングラス、墓地蘇生ですね、これらは。で、バレットライナー、手札から SS、ロックライナーが、これは手札からか、SS。まあ、これらは緊急ダイヤとの兼ね合いを考えて入れています。バレットライナーはもう1枚くらい欲しいかなって感じがします。で、次が、ニビル、2枚。ここは、まあ、高校を取るデッキなんですよ。このデッキ。当たり前なんですけど。高校を取るので、全力で邪魔しに行かなきゃな。全力で邪魔しに行かなきゃならないので、ここと増殖筋、うららはもう確定で入れていていいと思う。まあまあ、ニビルはどうかな、確定かどうか怪しいんだけど、やっぱし、高校を取っていく以上、ニビルって相性いいんですよ。相手フィールド上のモンスター全部消しといて、こいつ出るわけでしょ。で、守備力、今の、環境だと、リンクモンスターほとんどだから、守備力全然上がらない可能性あるわけですよ。守備力2000程度ならば、貫通で殴りに行けるんですよ。ダメージソースにもなるから。相手フィールド、さらにモンスターを消すわけじゃない。ここがでかい。モンスターを消すわけじゃなくて、残しつつ相手フィールド上の厄介なモンスターを消していくっていうのがね。なので、ニビルは相性がいい。で、ハーピーの派手受けライトニングストーン。ここは、高校取るようですね。高校取るからここです。まあ、レッドリブートも考えたんですけれども、それよりかはまあ、ライトニングストーンの方が強いかなって気はしてる。で、アンティークギアフュージョンが2枚ここまで必要ですね。で、緊急ダイヤ。デッキから呼んでくる。モンスターを2体呼んでくる。レベル6以上、レベル5以上とレベル5、4以下。を呼んでくるです、ね。まあ、2体のモンスターを並べてここのバレスティックシューターを呼ぶ召喚するというのが一番の目的ですね。
で、さらに召喚系を使わないでいける。ここが出る。で、アンティークギア、カタパルトが3枚、ギアタウンが3枚、コートで、オーバーロードフュージョン。オーバーロードフュージョンは2枚目欲しいかなって気もあるんですけれども、まあ、ぶっちゃけベルデアナコンダでやるから、そんなよほど怖くないんですよね。で、別に引いてしまった場合も、別にカオスジャイアント普通に出せる状況になるわけだから、その後でベルデアナコンダでアンティークギアフュージョン送って、融合召喚もできるし、特に全然問題はないですね、この辺。で、アンティークギアシューターが2枚ですね。これ強いですよね。まあ、召喚成功した時、デッキからギアターン、まあ、アンティークギアマジックトラップを手札に加えるか、ギアターンを手札、アンティークギアモンスターか、手札に加えるか、ギアターンを手札に加える。さらに、フィールド上の魔法トラップを1枚破壊して、相手フィールド上のモンスターをゼロにする。で、これの、ワンターンキルの、やり方なんですが、まあ、こんな感じです。もう、普通に簡単ですね、カタパルト。はい、どうぞ。はい、それじゃあ、やっていきたいと思います。もう、いつものね、これですね。カタパルト、ギアターン。この2枚からスタートする、リンクモンスターを使ったワンターンキルです。やっていきたいと思います。まず発動ギアターン、そしてカタパルト発動。ギアターンを破壊することによりデッキからアンティークギアゴーレムを SS します。ここはやはりレリーフでしょう。レリーフでしょう。やっぱしアンティークギアゴーレムはレリーフでしょう。で、ギアターンの効果によりデッキから追っていきます。まあ、カタパルトは特殊召喚の制限を無視することができるんでね。で、特殊召喚で効果発動、デッキからアンティークギアボックスをサーチするのね。で、この脳ネなんですけども、ここでサーチしてくるのが素体です、素体。これね、素体、まあ、フレームか、フレームね。素体って言っちゃう、フレームって分かってなかった。だから、ボックスの効果でフレーム。サーチします。で、通常召喚を行っているので、召喚。で、効果発動。手札1枚捨てて、から、アンティークやフュージョンの手札に加えます。ここまではいいですよね。大体、当たり前かな。で、ここからですよ。ここから。で、ここから、リンクモンスターですよ。ついに、ね、ここで使うのがリンクモンスターです。ね、リンク召喚。バレスティックフューダー。で、バレスティックシューダーの効果によりデッキから、歯車がサーチします。まあ、歯車内は、ターン制限ないんでね、こうやって。で、歯車外を発動。で、歯車外と、バレスティックシューダーのここと相手モンスターを払います。これは高校制限ですよ。高校ですよ、これは。で、攻撃力0にします。で、効果。自分のデッキから持ってくるのが、まあ、モンスターだったら何もいいかなと思うんだけど、まあまあまあ、リアクターだもんでいいと思う。打点稼げるし。そして、アンティークギアフュージョン発動。自分のデッキから融合モンスターを飲みます。アンティークギアゴーレムがいる場合、デッキのモンスターを融合召喚できるので、何でもいいでしょう。正直。正直何でもいいと思う。もう適当にね、はいはい、こんな感じで送っといて、メガトンジャイアントでもいいでしょう。で、バトルフェイズ。まあまあ、この状況で、融合素材にしたアルティメットゴールから2で、その数まで融合、バトルフェイズ中に攻撃できる。アルティメットパウンドを融合召喚して、素材にしてるんで、2回攻撃可能ですね。はい、バン、バン。で、ここで6600でしょ。で、3000、9300でしょ。で、3500。ワンターン、キル。別に、これ別に、メガトンジャイアントでなくても、モンスターもう1個墓地に送っといてですよ。モンスターボディによってカオスジャイアントでも OK です。なぜかっていうと、別にここ4500でしょ ?3000 でしょ ?1500 でしょ。さらに、モンスター複数いれば、複数いても、カオスジャイアントの場合だったら、相手フィールド上のモンスター全部に攻撃できるんで、いずれにせよ、オーバーキルがある。ギャーン!さらにモンスター効果発動できません。そうです。カオスジャイアントがいるときに、相手はバトルフェーズ中に効果発動できないんですよ。こんな感じです。いやー、気持ちいいワンキルですね。はい。続きをどうぞ。はい。こんな感じです。まあまあまあ、あれだよね。もう、オーバーキルってレベルじゃないなって感じ。まあ、これも通ったらですけどね。これも通ったらって感じですけど。で、トライミアユニコーン、トライミアフェニックス、ベルデアナコンダ。ベルデアナコンダはほんと強い。ベルデアナコンダこそ、こっちが全部リソースを使い切って、相手の、ターンドユーザーとか全部使った後にぶち込んで、オーバーロードフュージョンっていうのができるから強いんですよ。これが強い。で、エクシーズが竜巻竜バグースター。これは G 食らった時のですね、どうしてもワンターンキルに行けない。どうしてもワンターンキルに行けない時は、これでもうお茶を飲みます。お茶を飲みます。まあ、竜巻竜の場合は、こことこことかで出しといて、まあ、相手の魔法トラップ、特に厄介なカード、魔封じの方向だとか、そういったカードを破壊しておいて、まあ、高速に繋げていくっていう。まあ、バグースターはもう、これは苦肉の策ですね。どうしても何もできない。
で VFD グスタファックス、ここはいいでしょう。 VFD はここで出せるほか、融合でも出すことができるから、まあグスタファックスもですね、融合とバレットライナーとかで出すことができます。で融合モンスターガード、ここ、ギアデビル、アルティメットゴーレム、メガトンゴーレム、カオスジャイアント、ここもまあ確定で必要かなって気はしてますね。まあ枚数的にどうかなって思うんですけど、そんなよほどこれ以上枚数増やす必要はないなって感じ。カオスジャイアントはもう打点という意味で2枚必要かなっていう点で、アルティークギアアルティメットゴーレムや、メガトンジャイアントはもうここ、そこなんですね。多分メガトンジャイアント出してそれが、破壊された時用にアンティギアアルティメットゴーレムって感じ。はい、クロノス先生のね、魂を受け継ぐこのデッキね。まあいろいろね、構築はあると思うし、いろいろ、アンティークギアだけで組むっていうのもありっちゃあり、前まではそうだったんですけどね。ただ、リンクモンスターが出たことによって、モンスターを2体並べるということが重要になってきた。なので、緊急ダイヤを採用したですね。はい、以上ですね。アンティークギアの歴史紹介動画でした。いやー、この、なんていうんだろう、まさしくメガトンって感じのワンターンキル破壊力を皆さんにも味わってほしい。味わうってなると僕がワンキルするみたいな感じで、そういうことではないんでね。単純に使ってね、快感を覚えてほしいなって感じです。はい、バクテイでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。